ウルフィは名古屋テレビ放送と系列の CS チャンネルエンタメテレシネドラバラエティのマスコットキャラクター背中にファスナーのついた羊の皮をまとった狼のキャラクターキャラクター設定としてその実態は謎とされている名古屋テレビが地上デジタル放送を開始した2003年曲の愛称をメテレとする際に発表された命名は 一般公募によるもので数万通を超える応募の中からこの名が選ばれ2003年5月にメテレワイドサンダー5で命名式が行われたウルフィの採用と同時にメテレは曲のキャッチコピーに羊の皮を被ったテレビを使用している登場時より長い間羊の皮姿で活動していたが2014年4月に公開された CM で 羊の皮を脱いだ姿を披露。さらに磯貝サイモンによるオリジナルテーマ曲、サンキューウルフィも制作され、同年10月より平日の朝に放送される情報番組、どですかの生中継コーナーとして、東海3県各地で地元住民と狼バージョンのウルフィが曲に合わせてダンスをする、踊ろう。ウルフィーズが始まった。 市場デジタル放送の受信機表示アイコンでもウルフィのマークを使用している。A B C D ウルフィの部屋はじめましてメテレ。H T T P コロンスラッシュスラッシュ W W W ドット N A G O Y A T V ドットコムスラッシュ W O L F Y スラッシュ W O L F Y ドット H T M L 二零一四年三月一日閲覧。A B 名古屋発 羊の皮をかぶったテレビ局、メテレ50周年本のやりたい放題。エキサイトニュース。http://www.excite.co.jp:/news:/revi-e-w-b-o-k 2 0 1 2 1 0 1 1 e 1 3 4 9 9 0 1 1 5 5 9 1 2 h t m l 2 0 1 4年3月1日閲覧 2011年よりキャッチコピーは羊も狼もメテレありがとうございます。